あれはトナカイですか？鹿か。唇が紫色だもんね。いや、そんなことない。そこまでじゃないよ。ジョンです。ポールです。エッセンパパです。ということでね、今日もジョンとポールと一緒にやっていきたいと思います。スティックウォーキング。エッセンパパ散歩です。いきますよ。絶景です。これが絶景。すごいよ。すごいっすね。若干標高が上がってきましたね、これ。寒さの方が。そうですね。うん、ただ雪は全然ないですね。だいぶ肌寒い。そうですね。ちょっと私スティック持ってきました。出てきました。ちょっとね、行ってみましょう。あ、ちょっと靴の紐がほどけたんで、ちょっと開いていいですか？ねえ。それでは、よっちょ。それでは、これのじゃあ、まあ、手すりからちょっとチェックしていきますね。結構太いですね。うん、また靴って感じかな。ちょっといきますよ。あ、これで響きが。いいですね。いい響きですね。おお。おお。思いのほかサスティングがね。いいですね。いい響きです。これは割といい音に出会えたって感じじゃないですか。もっとこっちの方で行ってみよ。おお、下すごいね。すごい、うん、下すごいですね。ミレがそんな満足そうにおおって。いやいや、嬉しいよ。いや、全然違うんだなと思って、ね、上と下でちょっと一瞬叩いてみますね。おお、なんとも言えないね。おお、うん、すごい。これはなかなかいい音なそうですね、この手すりは。ああ、すごい、サスティンがまだ待ってる、うん、いいですね。いいのに出会いましたね。八ヶ岳途中に。ちょっとこっちの方に。あれはトナカイですか？鹿か。トナカイじゃないか。何でしょう。鹿さんに支えられてるこの手すり。ああ、はいはい。ほら。え？何が違うんでしょうね。下がこんなになって上が全然。場所によってね。はあ、うん。おお。さっきの音に比べるとかなり攻撃的な。はあ。ってきますね。こう長さとかあるんでしょうね、やっぱね。そうね。この金属の棒の。このトナカイだかなんだかがその出ますよっていう。なん、動物注意ですか。これ山梨県？いや、あれおかしいな。あれ、私たちが向かってんのは長野県だったような気がするんですけど。そうだよね、まず山梨県でしたか。あ、そうですか。 あのもうこれね、高速も降りて、うん、結構走ってきて、だいぶ、ね、近づいてるはずなんですけど、ね、あの八ヶ岳っていう、こう文字もちらちら見え出したあたりなんですけどね、うん、山梨でしたか、まだ。あれ、そうですか。この山梨県っていうのね、はい、このあ、これをちょっと一発引かせていただきます。いきますよ。うん、いいですよ。
これもまたちょっと今までとない音だ。ほら鳴ってないようで結構鳴ってますよ、こう薄く薄。じゃあ先ほどのにちょっと戻ってみましょうか。先ほどのがどれだけね、いい音かちょっと後ろ危ないですよね。では久々にいい音に出会えたってことで、もう一度ね、いきますよからの、なんか思い出ありますね。あ、全然違う。だんだんどこの手すりが一番いい音してたそういう企画になってます。手すり手すり比べ、つい手すりがね、あの響きがいい音しちゃうんで、ついやります。なんかあのチャンネル、あの番組名手すり比べみたいな、コウさんの手すり比べみたいなまず始まったばかりですけど、今初め過去一でこの手すり、これ良かったですね。良かったと思います。じゃあ今のところ暫定1位で、谷ヶ岳じゃない、八ヶ岳向かう途中の、暫定1位で、暫定1位で、だこう、金属が長くて、あんまりこの押さえつけられてなくて、中が空洞だったりするとやっぱ響くっていうね。そうですね、そういうことですね。それで意外とその音の響きがさ、音程が意外とついてたりするの。ああはいはい、ね、ああ本当に全然違う、不思議だな。これだね、これまた趣がありますね。こう、まあ原理上無理だけど、今まで良かった手すりを全部集めて一箇所に集めてコウさんが演奏するみたいな、できればいい。八ヶ岳到着しました。ギリギリ日があるんですけど、暗くてね、ナイトショットってやつで撮ってるんですけど、ちょっと不思議な画像になってますよこれ暗視カメラで見てるみたいな感じ。月は映りますよこれ。月映りますね。映る。月、何か光っているものが映ってますねということでね、いやー、来週も木に囲まれてますよせっかくなんでね、木がいっぱいあるんで、木をちょっと行ってみたいと思います。では、失礼します。想像通りの。叩かれたことなかったと思う、今までね。お。こういう専門家になったら面白いかもね。なんか。木で。とりあえず離れますみたいな。ああ、まだ若いね。分かったふうな感じして。ほら、無印の枕をつけっぱなしにしちゃいました。切り株？切り株にこう苔がもう張り巡らされてます。暗視カメラだと何だか分かりますこれ。分かります、大丈夫。分かる？では行きます。お初切り株行きます。あとはあれですけど、叩いてる感触的にはすごく心地がいいです。あ、割と弾むしね。弾むし、なんかこう柔らかい。ちょうど程よい柔らかさ。ああ、なんか自然の音って感じしますね。見れば自然の音になんかやられ始めたな。楽器じゃないですかね。これは切り落とされた枝か。さっきの木の先はこれも本格的にこの寒くなる直前だね、これ。
今あの結構寒いですよね寒いあの感触的にはそうでもないですけど、かなり気温は低いんじゃないですかね。唇が紫色だもんね。いやそんなことない、そこまでじゃないよ多分今日はそうでもないんだ、明日明後日もっと寒くなるんだと思うんですよ、ジョギングするんですか。このいやあのまだ雪とか降ってなければって感じですけど ね、どこ走りゃいいんですかね。でもね今のところね、天気的には大丈夫そうです。大丈夫そうですね。このなんていうの、この庭というかこのなだらかな坂、ここをとりあえずひたすらこうジョギングする。ああそれだけでもそれだけでも気持ちいいかもしれないですね、結構傾斜があるねこれね。ちょっと地面こんな音が聞いたことなかったです、この音。あだ結構いい音です ね、おお いいねいいですね。おこの音はーすごい、聞くことないわ。いや火が入れる音、いいですね。的にはすごいね、素晴らしい、こういうのは東京だとね、なかなかないからね、ね、すいません。また会いましょう。チャンネル登録よろしくね。